はい、6月17日、本日の無農薬畑です。ラベンダー巻こうと思ったら結構種ちっちゃいね。ここに巻いて、花咲いて、こう香りが出たら歩いてる人とかいいかなと。わーって、はい、ラベンダーとカモミール、なんか早く咲きそうだったんで、なんか1ヶ月2ヶ月ぐらいでいけそうな感じだったんで、これにしました。ちょっと、はい、巻いてきます。はい、ここまでラベンダーなんですけど、なんと、まあ、カモミールはこんなにもう粉薬みたいな感じでパラパラ、はい、まあいけるところも、今日終わらないですね、たくさんありすぎて。ちょっとやってみます。はい、なんとか暗くなる前までに巻きました。ここまでがラベンダー、ここからがカモミールです。ただちょっとあんま自信ないですね。ただこう巻いてっただけなんで、ここ足りませんでした。いやもっと延長できたんだろうけど、ちょっとやめときます。大変なんでやめときましょう。どうなるんですかね。はい、もしあればまた延長したいとは思うんですけど、はい、ちょっととりあえずこんな感じで今日は、ね、ここラベンダーとカモミールです。以上です。はい、本日の無農薬畑、トマトが倒れてたんで、そこら辺にあった支柱拾ってきて、ここら辺に落ちてたんですけど、支柱でくくりつけました。今日風強くてもう倒れてましたね。ピーマンとナスは平気でした。でペチュニア花咲いてました。ありがとうございます。でトウモロコシも芽がなってます。ありがとうございます。ここだけなってない、不発だったのかな。こいつだけ不発だな。でネギも生えてきてます。おネギさんありがとう。愛してる。ネギも生えてきます。たくさん生えてきます。ピーマン順調に育ってね、好きだよ。ピーマン順調ですね。もうちょっと大きくなったら食べれそう。楽しみ。ネギも生えてきてる。小ネギありがとう。マリーゴールが枯れちゃいましたね。ネギ順調。ネギ芽が出てきましたよ。ナスはまだですね。ナスとピーマンは倒れないかな。倒れない。強いな。ありがとう。こっちは土やってないけど生えてきてくれました。こっちも。あれ。オクラちゃん4本立てで行こうと思います。アドバイス聞いたんで4本立てで。よし、ということで今日の無農薬畑でした。皆さんいつもありがとうございます。感謝です。愛してます。